バイバイ。さあ再びバナオさんに、ヤックン、さあバナオが現地に戻してきた。さあネクラッパーを呼んでる、ブロッキングが。さあ電気バナオがヤックン取ってる。しかし中足さんに詰まって裏回りから、さあエレスは出っ放し、あのペルが取るリスクはほとんどない。中足さんが降り立って、ここはコールが伸びてしまう。エレクまで入ってジャックルから潰していくが、さあ低電磁昇竜からの電磁は確定になっちゃいますからね。さあバナオのプレッシャーが飲み込んでいくのか、しかしヤックがスネークアウトからダメ足パンサルから引っ掛けていく、一回引っ重ねて投げ得るぞ。さあネクロアップは大活躍、繰り返す。しかしナックは投げていく、ネクロの投げ方が広い。しかしここであるぞ、中足から前足から昇竜で引き、バナオが取っていく。